皆さんこんにちは。今回は石勝線に乗って新夕張に向かいます。始めましょう。キハ150系入線。南千歳を発車。次は追分です。秋田県にも同じ駅名があります。ここ 17.6 も離れています。この列車はこの駅を止まるだけで1時間もかかります。駅間が非常に長いです。空港支線の線路が地下に行きます。追分までは田んぼの中を走るイメージがあります。そこから先は険しい山道を進んでいくことになります。追分に到着。追分を発車。次は 9.4km 離れた川端です。駅名の由来は夕張川に最も近い箇所に開設された駅であったためだったからそうです。ちなみに次の川端駅の新夕張方面の始発は11時51分です。これが新夕張に向かう普通列車の始発列車です。この石勝線について解説します。石勝線は、北海道千歳市の南千歳駅から上川郡新得町の新得駅を結ぶ鉄道路線幹線です。北海道の道央と道東を結ぶ広域幹線として機能しています。この石勝線の意味不明なところは駅の数よりも信号場の数が多いことです。信号場の多くは、計画当初は駅を設置する予定だったが、入植者の離農が進んだため、その必要がなくなった経緯があります。新夕張から新得間は普通列車は一切走っていません。特急列車のみです。その理由として挙げられるのは新夕張伊東は北海道の背骨とも言われる日高山脈があります。そこを貫くために長大トンネルが連続していてトマムやシムカップなど以外には集落がないので普通列車を走らせる意味はないのです。
東追分信号場を通過。スノージェットで覆われています。川端駅に到着。次は新夕張です。2018年までは新夕張から夕張まで支線が伸びていました。この夕張支線廃止当時で営業経費が1196もありました。近くに夕張川が流れています。どんどんと日高山脈が見えてきます。道東自動車道が見えます。ここからは機動車の走行音と雄大な日高山脈をお楽しみください。もうすぐ新夕張。
今回はここまで。次回は石勝線と千歳線、函館本線を使って小樽に向かいます。